このペコリーフェスっていうタイトル私が決めたんですけど、留学に、ちょうど1ヶ月と10日後、9月15日に私、留学に行く出発するんですけど、去年の10月頃にそれをなんとなく行きたいなって思って、その相談を、まあ、いろんな人にしていたんですけど、そのうちの一人が、なお吉岡さんという歌手の人がいて、今ニューヨークに活動拠点を移しているメジャーアーティストなんですけど、去年の8月に、今池のビールカフェで、ライブをした時に、CD をアルバムを買ったらサインをもらえますみたいなことがあったので、そこでサインをいただいて、その時その直吉岡さんご本人に、その方もアメリカに留学していたから、いつ頃留学に行かれたんですかとか、ちょっと相談に乗ってもらっていました。で、そしたらその方は22歳とかそれぐらいの時に留学をしたって言ってて、で私その時26歳かな、でもう今行ったら遅いかなみたいなことを相談したら、全然行きなよ行きなよって言って行ってくださって、いやそうか、分かりました、ありがとうございますって言って、その後に留学が決まったんですよ。で、留学決まったよっていうことを、次3月のライブの時に大阪まで見に行って、そのことをお伝えしました。で、そしたら私のことを覚えてくださって、あ、ボーカルの方とか言って、で、その大阪でのライブが最後だったんですけど、その後にアメリカに、拠点を移されて、だから行く前に報告できてよかったなと思って、本当その方のおかげで。で、あ、そう、なんで留学したいなと思ったかというと、洋楽がすごくこんなにも好きなのに、意味を分かって歌えてない部分があって、分かる単語はいいけど分からない単語とかやっぱりたくさんあるので、そんな中で洋楽を歌ってるのがちょっとなんかモヤモヤしてるっていうか、もう本当、意味を分かって歌いたいなっていうふうに思って、留学行きたいなっていうふうに思い出して、そんな時に、結構活動する中でアメリカ人のバンドメンバーと関わる機会があったんですけど、そのアメリカ人と関わって、全く日本に住んでいながら日本語喋れない人もいるんですね。で、そんな時に結構ボーカルだから質問攻めに会うんです。なんか、あなたはどこの大学出身なのとか、好きな歌手はとか、で、相談、そういう話をすごくいっぱいされる時に、I can't speak English みたいな感じだったんで、それが悔しくて留学行きたいなと思いました。はい、ちょっと話長くなっちゃいましたけどね、すいません。今日は本当語りたいなというふうに思ってて、はい、ということで今から歌う曲はですね、その直吉岡さんの曲を歌いたいなというふうに思っています。この曲は、ここでやるのは2回目かな、1、2、3、4かな。で、2年前かなの12月ね。はい、では聴いてください。ダライ。Thank you.
ブを初めて見に来てくださるということ。ああ、嬉しい。ありがとうございます。すごいたくさん。ありがとうございます。今日ね、ペコリフェス、ペコリフェスってね、散々ね、この SNS とかに書いておきながらね、お客さん全然おらなかったらどうしようってね、ちょっと内心思ってたんです。いや、でも本当にね、ありがとうございます。こんだけたくさんの方に来ていただいて。嬉しいです。私に会うのがすごくね、久々の人もいて、一瞬私誰かなって思った人もいるんじゃないですか。ちょっと自分からね、あんまり言いたくないけどね、ちょっと頑張って痩せたんですよ。5キロ痩せました。でも数字的には5キロなんですけど、筋トレをして5キロ痩せたから、筋肉ってね、脂肪より重たいでしょ。だから、結構本当頑張ったんですよ。何で痩せたか。ビリーズブートキャンプです。だからね、本当に今こうしてると普通ですけど、こうやってやったら結構やばいです。年中無休みたいな。でね、そのリズムとキャンプもハマっちゃってですね、ちょっと続けばいいなの感じだったんですけど、めちゃくちゃハマっちゃって、4月の中旬からずっと毎日やってます。ほぼ毎日で、やりすぎちゃってヘルペスできて、それが治ったら次ジンマシンができて、両方とも人生初なんですけどなったんだ。そんな風になってしまって、病院からビリーズブートキャンプ禁止令が出されました。で、やっぱりちょっとサボったら1週間、ね、薬飲んでる間1週間サボったらもうすぐポニャってなるんですよね。あいかいかって思ってまたスタートするとまたジンマシンみたいな。そんな繰り返しで、そうで、はまっちゃったんですけど、ダイエットをしないとなってずっと思っていながら、留学行くことが決まって、向こうできっと肉をいっぱい食べるだろうということで、痩せないとやばい、向こうで増えるなと思って、で筋トレの癖をつけようっていうことでやり出しました。ブートキャンプ見たい、ちょっとだけ。はちょっとやって生ですね、生で、ね、どんできてスカートだけど。どんな動きがあったっけね。あ、でも何股でこういう感じです。聞いてない人もいると思うので、私さっきちょっとね、熱中症困ったんですよ。本当に手振ってたから、ね、今だいぶ回復したんですよね。今たちもうさっき本当って死んでたもんね。ね、そうなんだよ。はい、で一番話したかったこと、今日はねポイントをちょっと言おうと思ってメモして、あ、そうそう、で私名古屋音楽大学卒業ってさっき言ったんですけど、そうジャズの大学なんですよ。ジャズをすごい勉強するジャズポピュラーコースっていう名前なんですけど、ほとんどジャズしか勉強しない学校だったんですよ。先生たちがみんなジャズの先生 で、私はジャズポピュラーっていう名前だからポピュラーもやるんだろうって思ったら、本当ジャズしかやらない学校だったんですよ。でそんな時に、先輩から、一個上の先輩から、ペコリちゃんソウルファンク系のライブやるんだけどボーカル探してるけどやらないみたいなふうに言われて、ソウルファンク系ってどんなんだろうって当時思ってたんですけど、その時に、インコグニートとか、ブランニューヘビーズとかスウィングアウトシスターとかそういう曲をライブでやって、これじゃん私好きなやつみたいな感じになって、そこから私の好きなジャンルなんだこれなんだなっていうのは、なんとなくこんなイメージっていうのは分かったけど、名前的には知らなくて、ソウル、ファンク、AOR、R&B みたいなっていうのをその時に知ったんですよ。で今からその時にライブでやった曲をやります。で、結構長くいろんなところで歌っていて、後ろで、あ、ここでメンバー紹介もしたかった。メンバー紹介もしたかったんですけど、後ろでやってる陽次郎さんが、当時、私が二十歳の時かな、ね、二十歳の時に一緒にソウルキッチンっていうバンドをやってて、その時にやってたレパートリーの曲を今から
やります。でちょっと変な流れになっちゃったけどバンドメンバー紹介したいと思います。今日のペコリフェスのためにスペシャルなメンバーを集めました。三重県からとあと岐阜県からともう来てもらってます。はい。じゃあ誰かのギターから紹介しようかな。はい、かわいい宇宙人みたいな髪をしてるマドチン。マドチン。なんかマドチンも何楽器を始めたのはいつかとかさ、そんなこと。時空間セッションっていう、タイトルのイベントがあるんですけど、ここでよくアルマジロでやっていて、主催は希望の森拓さんがやっていて、その時に、NCA っていう今は NSM っていう学校の名前が変わったんですけど、その NSM のキーボードの先生やってるんですけど、私がその名誉名古屋音楽大学に入るか NCA、NSM に入るか迷ってたんですけど、話が高校生の時にここに初めて来て、そこで初めましてだったんですよね、森田さんが、うん、でその時にまあ連絡先とか交換してて知っていて、でその後で、高校3年生の時に名音に行こうか NSM に行こうか相談をしたんです。で結局名音を選んじゃったんですけどで、ね、そうなんです。2回体験入学行って両方とも大学と、うん、NSM と両方行って、で名音の方に来たんですけど、その大学卒業した後でライブハウスでまた再会して、でその時によかったらまたどこかで演奏する機会があったらやれたらいいねって言って、その時に言ってくださって、で時空間セッションっていうのが今ボリュームこの間12をやりましたね、うん、でボリューム1っていうのを1回目の時に私呼んでくださって、でその時にマドチ始めました。3年前からね、うん、写真で見たらめっちゃお姉さんかそう当時はね、なんか、うん、老けて見られるんですよね。今、結構24歳でしょとか言われるんですけど、高校生の時とか本当24歳でしょって言って、なんかちょっと30代とか40代の人にナンパされたりとかして、私今高校生ですみたいな今から塾行きますって言って、あそうなんだって言って、携帯電話の番号教えてもらえないとかって言われた時も、これお母さんの携帯なんでちょっと嘘ついて、あそうやっていいって言われてるんだね、おじさんに声かけてごめんねみたいなっていうことがあって、でも27歳になったら逆に若く見られるようになって、折り返し時点がねそう若く見られるようになって、まどちも全然でも変わらないよね。変わらない、成人式った時も変わらないねって言われたら変わらないねということで、まどち来たは、ちなみに今ファーストステージですけど、セカンド休憩挟んでセカンドステージっていうのを
やるんですけど、セカンドステージでちょっとギターチェンジを、ね、しますので、また後からね、紹介します。はい、では、次、ベース紹介しますね。コンベース、松下博文。もうここで私と一緒に何回やってもらってるか。そうだね。もう随分な仲になったね。ね、マブダチだよね。マブダチ。年下だけどな。年下だけど。だけどマブダチ。マブダチだね。そうだね。何回、10回ぐらいやってるかな。そんなに行きましたかね。多分、やってもらえるかな。これぐらい。合わさせてもらってる、うん、10回行ってるかな、行ってると思うな、うん、私ちょっとヒロさんのこのなんていうのかな、 2個上だったかな、私が2個上なんですけど、なんかもっと上に感じるんですよね。なんか落ち着いてすぎるから、落ち着きすぎてるから、だからあのお兄さんじゃなくてもパパみたいなもう最近ちょっとお父さんキャラみたいな感じになってるんですけどね1世代上なんだよね。そうそう、1世代上な感じで、はい、嬉しいのか悲しいのか分からない。ありがとう。プラスに捉えてください。はい、ヒロさんです。ギター、ベース、次ドラムでいきますね。はい、ドラムス、ヒビケン。ヒビケンさん、喋ってもらっていいですか。メンバーの声も聞きたいと思います。こんばんは、よろしくお願いします。ケコリ氏とは、何年ぶりの再会というか、2年、そんなに経つ、1年半、1年半ぐらい、あの先ほどあの話が出ました時空間セッションのおそらく6ぐらい 6か5か、うん、そのあたりで一度やって、そこから一切誘われることなく今日迎えて2回目と。いうことでごめんね。あの久々にちょっとペコリちゃん の, あの後ろでドラムが叩けるということで、今日はあの気合が入っておりますので、ぜひよろしくお願いします。よろしくお願いします。やってくださって、はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございました。キリケンさんはゼンマイっていう番組やってますね。あ、そうですよ、あのゼンマイというあの、まあ、ポップロック、ちょっとファンキーバンド、あの全員がコーラスするようなバンドがやってまして、ですね、はい、また今あの現在 CD を作ろうと思いまして、制作をしておりますので、またぜひ皆様よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。またね、キーボードとパーカッションをご紹介するとめちゃくちゃ長くなっちゃうので、セカンドステージの方でね、この2人をご紹介させてもらいます。すいません。では、ファーストステージ、とりあえず最後の曲になります。はい、聴いてください。インコグリーン、トーキンラウド。
このままで。